ライフゲーム、ライフゲームは1970年にイギリスの数学者、ジョン・ホードン・コンウェイが考案した生命の誕生、進化、淘汰などのプロセスを簡易的なモデルで再現したシミュレーションゲームである。単純なルールでその模様の変化を楽しめるため、パズルの要素を持っている。生物集団においては、過疎でも過密でも、個体の生存に適さないという、 個体群生体学的な側面を背景に持つ、セルオートマトンの最もよく知られた例でもある。我々が暮らす空間、さらには時間が連続的なものであるか、それとも非連続的なものであるのか、という問いは、ギリシア時代から施策の対象となってきた。セルオートマトンはその問いに答えるものではないが、空間、時間が不連続であった場合、 どのような世界が形成されるのかを示してくれる。セルオートマトンは四角形などのセルによって分割された空間において時間に最小単位が存在する場合の計算モデルである。1940年代にジョン・フォン・ノイマンとスタニスワフ・ウラムによって考案された。当時はコンピュータが発明された直後であり、セルオートマトンの研究は方眼紙と筆記具によるものである。 フォンノイマンの関心は自己複製機械にあり、二次元セルオートマトンによる自己複製機械の例を1952年に示している。セルオートマトンが研究者以外の興味を引くきっかけとなったのがライフゲームである。1970年10月のサイエンティフィックアメリカン誌のマーチンガードナーのコラム上で紹介されたところ多くの反響を読んだ。 サイエンティフィックアメリカン誌が読者からの手紙を中心とした記事を何度も組んだほどである。興味深いことにライフゲームはチューリング完全万能チューリングマシンの働きをするパターンが構成可能であることが証明されている。これはライフゲームで計算機で実行可能なすべての計算について対応するパターンを作ることができるということを表している。 ライフゲームの考案後すぐに、移動物体である、グライダーパターンと、長寿型の R ペントミのパターンが発見された。当時は、このようなゲームの研究を目的として、コンピュータを利用できたのは限られた人々であったが、それらの人々の間にライフゲームは流行した。夜間あるいは未使用のコンピュータ上で、ライフゲームのプログラムが動かされることとなり、興味深いパターンが多数発見された。 あとに、マイクロコンピュータの普及により、一定の人気を持つアプリケーションとして、現在に至っている。その後、セルオートマトンの研究は、ライフゲームのような二次元のタイプではなく、一次元を中心に進んだ。1980年には、スティーブン・ウルフラムによって一次元セルオートマトンの4、分類がなし、クリストファー・ラングトンによって、カオスの縁と呼ばれる概念が確立した。 三次元以上のセルオートマトンも研究対象となっている。ライフゲームでは初期状態のみでその後の状態が決定される。5番のような格子があり、一つの格子はセル、細胞と呼ばれる。各セルには8つの近棒のセルがある、ムーア近棒。各セルには生と死の2つの状態があり、あるセルの次のステップ、世代の状態は、 中位の八つのセルの今の世代における状態により決定される。セルの生死は次のルールに従う。下に中央のセルにおける次のステップでの生死の例を示す。生きているセルは死んでいるセルはで表す。ライフゲームでは世代を経ることで最終的に死滅する図形もある。生き延びる場合の変化は4パターンに分類することができる。コンウェイは 生きたセルの数が無限に増え続けるパターンはあり得るか、という問題に50ドルの検証金をかけた。コンウェイ自身は、そのようなパターンとして、周期的だが次々に、グライダーを打ち出すものや、移動しながら通過した後に破片を残すものの存在を予想し、前者を、グライダー銃、後者を、シュシュポッポ列車と呼んだ。1970年11月、ラは、 初めてグライダー銃の具体例を挙げて、賞金を獲得した。後に、シュシュポッポ列車の具体例も与えられている。繁殖型としては、移動しながら、グライダーを打ち出す、宇宙の熊で、スペース霊気と呼ばれるものや、四方に向かって成長する、マックスと呼ばれるものなど、様々なパターンが見つかっている。四つの分類における単純な例を一下に示す。 周期が2で発生しやすい振動子には以下のようなものがある。ちなみに周期が3以上のものでは以下のようなものがある。繁殖型の中には時間の事情に比例した増加を示すパターンがありそれらはブリーダーと呼ばれる。これもゴスパーにより発見された。繁殖型には後にもっと単純なものが見つかっている。次の3つはいずれも無限に増え続けるパターンに成長する。 初期配置である。一つ目のパターンは、初期配置ではわずか10個のセルしか生きておらず、これが最小であることが証明されている。二つ目のパターンは午後に収まっている。三つ目のパターンはわずか一列である。いずれも、スイッチ機関車をベースとしたパターンになる。初期配置は小さいが、成長過程は単純ではない。成長過程が単純なものとしては、以下のようなシュシュポップ列車がある。 このパターンは、後方にブリンカーを残していく、図では2列がすでに現れている。非常に長い間変化を続ける長寿型、メトセラと呼ばれるパターンがある。ダイハードは130世代後に死滅するパターンであり、ドングリ、エイコンは13個のグライダーを生み出すのに526世代かかるパターンである。オリジナルのライフゲーム以外にも様々な新しい、ルールを考えることができる。 周囲に3つの隣人がいれば生命が誕生し、周囲に2つか3つの隣人がいれば生き残り、それ以外の場合では死ぬというルールである標準のライフゲームを23、3と表す。最初の数、2、3は生き残るために必要な数を表し、次の数、3は生命の誕生に必要な数を表す。従って16、6は6つの隣人がいればセルが誕生し、 一つあるいは六つの隣人がいれば生き残ること意味する。四十一には生まれたらすぐ死ぬ。バリエーションの中では二十三、三十六が有名である。と呼ばれ、オリジナルのルールに加えて六つの隣人がいれば誕生するというルールを付け加えたものである。また、一般的なライフゲームでうまくいかない点を研究するために、 3から4ライフなどの変則ルールが多数作られている。また、二次元平面とムーアキンボー以外の空間における類似したルールによるセルオートマトンといったものも考えることができる。ライフゲームはチューリング完全であり、チューリングマシンと同等の計算能力を持つ。これはライフゲームのパターンで計算機を形成し、その上でプログラムを実行することが可能であることを 示せている。計算機を構成するために必要な要素として、グライダーなどのパターンの組み合わせで、and、OR、NOT などの論理ゲートを構築できる。グライダーを利用することで、他のオブジェクトとの相互作用を得られる。例えば、ブロックを近くに運んできたり、遠くへ移動させたり、することができる。この移動機構は、カウンターとして利用できる。 他にも様々な計算能力を持つパターンが発見されている。素数、乱数生成器やライフゲームを用いてライフゲームを計算するユニットセルなどは実際に動作する計算機としてのライフゲームのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。